どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はバージョン 2.5 前半の復刻枠の一人であるブラックスワンについて解説をしていきたいと思います。最初の実装はバージョン 2.0 となっているため、ピノコニーのキャラとしてはかなり復刻の早いキャラとなりましたね。登場した当時は持続編成の革命的なキャラとなっていたため、この頃が一番持続編成で活躍していた時期かなと思います。ですが短い期間ではありますが、新キャラの登場によって強い編成などが多く登場してきました。実装された当時と大きく変わってきてるんですよね。ということで今回は実装からブラックスワンを使い続けてどういった点が強いのか、現環境での視点でまとめて解説をしていきたいと思います。現在の活躍具合やガチャについても話していきますので、気になる方は最後まで見てもらえればと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず現環境での強みについて話していきたいと思います。ポイントは3つですね。まず1つ目、蓄積できる持続ダメが強力というとこです。ブラックスワンには特殊持続のアルカナがあります。こちらに関しては累積可能な風属性ダメージとなっています。これが非常に強力なところとなるんですよね。しかもこのアルカナに関しては累積によって効果が変わってきます。まず1つ目は3層以上になると発生します。隣接する敵に攻撃とアルカナを一層付与することは可能となります。これが非常に強い効果となるんですよね。さらに7層以上累積ができると、発生した持続ダメージが防御力を 20% 無視となります。最低でも7層以上累積ができると敵に高ダメージが叩けるというところになりますね。また最大50層まで累積が可能となっていますので、蓄積をすればするほどダメージがどんどん上がっていくというところになります。続いて2つ目。防御デバフも優秀というところです。スキルに関してですが、対象全員に防御デバフを 100% の確率で付与することが可能です。拡散攻撃となってますので、最大で3体まで防御デバフを付与できるというところになりますね。これが非常に強いところとなります。さらに必殺技で敵ターンのみとなりますが、ダメアップが付与されます。必殺技の割り込みなどをうまく活用すればダメージを稼ぐことができますので、デバフキャラとしてとても優秀な一面があるというところですね。続いて3つ目。強制付与と解除不可というところです。先ほど話したアルカナに関してですが、戦闘開始時に強制付与することが可能となっています。しかもこれはウェーブ戦でも有効なんですよね。ウェーブの切り替わりでもアルカナを敵が登場した時に付与してくれます。しかもこちらは解除不可となってますので、一度でも付与できれば敵ターンで風属性のダメージを与えることが可能となってます。ブラックスワンの強みとしては、蓄積型ではあるが、高倍率のダメージと広範囲のダメ発生により、敵ターンで殲滅ができる持続キャラとなっています。敵ターンで発動するっていう強みを最大限活かしたようなキャラクターになったっていうところですね。それでは続いて、現環境での弱み、欠点についてです。こちらは3つあります。まず1つ目、耐久面が乏しいというところですね。まあ、虚無キャラの特徴というところもありますが、耐久面においては脆くなっています。このあたりが結構痛手なところですね。なので防御力や HP を上げていないと一瞬で溶けるってこともありますので、耐久面の育成が何気に必要というのがあります。続いて2つ目は効果抵抗が高い相手は苦手というところです。追加能力によるアラカナの付与率が低いっていうこともあり、効果抵抗が高くなりがちなボスでは効果命中が低いとデバフ付与が難しいっていうのがあります。なるべくアルカナを蓄積したいっていうのがありますので、効果命中を上げつつ効果抵抗が高い相手でも必ず付与できるようにしておきたいっていうのがあります。この点をうまく理解していないと効果命中が足りなかったりとか、付与がうまくいかずダメージが出ないっていうことがありますので注意してください。続いて3つ目は、メインとして扱うのは厳しいというところです。ブラックスワンとよく持続キャラで挙げられるのがカフカがいますが、カフカのような起爆行動っていうのはブラックスワンにはありません。なので火力を求めるならカフカによる起爆要因が自然と必要になってくるんですよね。なのでメインとして扱う際は長期戦になることを想定して使う必要がありますので、短期決戦などいろいろな場面を考えた時にはブラックスワンはメインアタッカーとしてちょっと厳しいなっていうところがあります。ブラックスワンの全体的な弱みとしては、持続要因としてはかなり優秀っていうのはありますが、耐久面や効果命中などを気にする部分が多いっていうのが特徴のキャラクターとなります。特に運用として使う場合はカフカの依存度が高いっていうのも悩みどころとなりますので、ブラックスワンの弱みとしてはこちらの3つが上がってくるところとなります。それでは続いてブラックスワンの凸について話していきたいと思います。凸効果としては全体的にアルカナの効果であったり持続に関するものが多くなっています。
特に強力なのが2突目ですね。特に強力なのが2突目で、敵が倒れた時に 100% の基礎確率で隣接する敵にアルカナを6層付与することができます。この6層っていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。なのでフラックスワンを凸を目指すのであれば2凸まですればいいかなっていうところになります。特に隣接の敵に6層の供養は防御無視の条件を満たすには嬉しい要素となりますので、凸を目指すならとにかく2凸までっていうところがしたいところとなります。それでは続いて公演性の候補についても話していきたいと思います。おすすめの公演性は4つですね。まず1つ目、時間の記憶を再構築してです。モチーフ公演性ですね。こちらに関しては効果命中を 40% 上げることができます。この効果のおかげで追加能力の条件を達成しやすくなるというのがありますね。さらに持続ダメージの種類によっては攻撃力アップと防御無視が付与されるため、さらに火力を伸ばしやすいとなります。ブラックスワンの編成を考えたりした時でも、自身のアルカナの効果を伸ばすっていうのはもちろんなんですが、編成によってさらに相性が伸ばせるっていうのがありますので、そういった特徴がある公演水となります。ブラックスワンを活かすならさらに伸ばせるっていういい面がありますね。まあ、詳しくはまた後ほど話していきたいと思います。続いて2つ目は獲物の視線です。今回は効果命中を上げたいっていうのに焦点を当ててますので、おすすめ2つ目はこちらというところになります。ただし、ちょっと条件があります。まあ、貫突をしているなら効果命中 40% 漏れることがあるので、貫突をしているという条件がありますが、効果命中の条件緩和としては非常に相性がいいところとなります。強化をしてなくても20は漏れますからね。さらに持続ダメージもアップしますので、火力を上げる恩恵があるのも嬉しいところというところになります。続いてのおすすめ3つ目はおやすみなさいと寝顔です。こちらに関してはデバフの数によって矢ダメが 12% アップするという効果があります。アルカナの強制付与と相性がいいんですよね。さらに自身の防御デバフもうまく活用すれば、層の獲得が容易になるのも相性がいいポイントとなります。ダメージを単純に出すっていうのはいいですね。ただしこちらに関しては効果命中が漏れないので、異物による厳選が必須となっていきます。続いて4つ目、孤独の癒しです。こちらに関しては効果命中を漏ることができませんので、効果命中の条件をすでに異物やオーナメントで満たせるならありな公演水というところになります。まあ、単純に装備することで火力と EP 効率が上がるため、アルカラの蓄積がしやすくなるのがいいところとなります。それではモチーフ公演水の必要性についても話していきたいと思います。まず性能というところですが、こちらに関しては装備キャラの効果命中をプラス 40% 伸ばすというのがありますね。さらに風化燃焼感電または裂傷状態の敵にダメージを与えるとき、それぞれ予見というものを一層獲得できます。こちらに関しては装備キャラの攻撃力のアップと与える持続ダメージが敵の防御力を 12% 無視するとなっており、よりブラックスワンのダメージを伸ばすものとなっています。火力を上げるにはうってつけの公演水となってるんですよね。ではこちらの公演水強みなども見ていきたいと思います。強みとしては効果命中アップとダメージアップっていうところになりますね。まあ、ブラックスワンで重要となる効果命中に関して 40% カバーすることが可能となります。こちらに関しては追加能力の条件を達成しやすくなるっていうのがありますね。 120% 必要となってますから、そのうち 40% カバーできるのはかなりでかいと思います。また持続ダメージと合わせて火力面が強化されるのも嬉しいところです。まさにブラックスワンのいいところを伸ばす性能となってるんですよね。では必要性について話していきたいと思います。こちらの公演水なんですが、正直なところ効果命中アップが目的なら必要性は高くないっていうところになります。まずブラックスワンを育成する上での効果命中に関してなんですが、ヨダメアップの恩恵を受ける上で重要な要素となっています。ただしこの条件を考えた時にモチーフが必須かと言われると、獲物の視線でも条件達成が可能なため必要性は高くないんですよね。もちろん獲物の視線を貫突する必要はありますが、所持しているだけでも最低 20% アップすることが可能となります。まあ、残り 80% から 100% は自分で異物厳選しなければいけないので、どうしても厳選が必要になるんですよね。なので厳選緩和として代用が効く公演水はありますので、そこが目的という方は聞かなくてもいいのかなと思います。まあ、すでに編成も揃ってて他のメンバーもモチーフ公演水を持っているのであれば、ブラックスワンも揃えるという意味では引くのはありかなと思います。ただし効果命中目的だけだとちょっともったいないなっていうのが正直なところです。それでは続いて異物などの候補について話していきたいと思います。まずは異物についてです。現環境なら囚人一択となっています。ブラックスワンもカフカ同様なんですが、異物はこちら一択となりますね。囚人がいいです。
こちらの異物に関しては攻撃力アップに加えて持続デバフ1つにつき防御力 6% 無視をすることが可能なため最適な異物になっています。そもそもブラックストーンを使うときってデバフ付与する編成に組み込むことが多いので効果も発揮しやすく、こちらの異物が最適となっています。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては銀河障子ですね。効果命中と攻撃力アップが非常に相性がいいというものになります。現状としては効果命中がアップするオーナメントはこれくらいしかないため装備は必須になるのかなと思いますね。また効果命中を大量に盛る必要があるため攻撃力アップの条件を満たしやすいのも相性がいいポイントとなっています。オーナメントに関しては非常に相性がいいものっていうところなんですよね。ではメインステータスについてです。メインステータスに関しては銅は効果命中、靴は速度、弾は風ダメ、縄は攻撃となります。基本的には効果命中が優先となりますのでこちらでいいのかなと思います。続いてサブステータスです。まずは 120% を満たせるように効果命中を上げていきます。続いて速度、攻撃、撃破特攻というところになります。何が何でも効果命中を優先する方がダメージが上がりやすいので効果命中を優先してください。続いてエンドコンテンツのためのステータスとなります。こちらに関しては自身がクリアした時のステータスなどを参考にしています。まず HP に関してですが3200以上がいいです。防御力も1000ぐらいあるとより安定感はあったなというところです。続いて攻撃力ですが3000以上を目指すようにしてください。ある程度やっぱ火力は必要かなと思います。続いて速度に関してですが134以上がいいですね。早ければ早い方がいいんですがまずはこの辺りを目指すようにしてください。効果命中に関しては 120% 以上です。とにかく効果命中に関しては 120% 達成を目指していくというのが非常に大事です。これは追加能力の湯だめの条件を達成するためですね。火力に直結する部分となるためここに関しては譲れない部分となります。必ず最優先するようにしてください。 120% を超えなくても120付近であれば十分と言えます。続いてブラックスワンの活用について話していきたいと思います。現状どんな感じで使われているのかという話ですね。まず1つ目、カフカや弓のサブとしてがメインとなっています。ブラックスワンに関してですが正直サブアタッカー要員としての活用することが多くなってますね。ただサブアタッカーといっても持続とデバフが主体となるためカフカの持続編成や弓のデバフ要員として活用することは現状としては多い状況となります。その他で使うかっていうとなかなか使わないですね。弓とカフカを持ってたらここで使うのが一番強いのでどうしてもここになるかなっていうところになります。では2つ目、レイシオのデバフ要因としても実はありっていうところです。他の活用はあんまりないよっていう話はしたんですけどデバフ要因っていうところが欲しいのであればレイシオとの相性も実はいいところとなります。またレイシオと合わせると純子キャラ特有の苦手な複数相手っていうのがありますのでそちらの対処がブラックスワン1人で可能となります。そういった弱いところのカバーができるんですよね。なのでレイシオ編成の対応力を上げる上では相性が非常にいいキャラとなっています。ブラックスワンに関してなんですけど非常に強力な性能っていうのはしてるんですが性能が特化型となっているため活躍の場面はアタッカー依存となっています。現在ではかなり幅が狭くなっているというのが現状ですね。そのためカフカやヨミといったメインアタッカーを所持していないと活躍が難しいキャラとなっていますのでその点だけは活用点としては注意してください。続いてエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。今回項目としては2つですね。まず1つ目、エンドコンテンツ全体の話ですが適性が高いキャラとなっています。ブラックスワンに関してはアルカナで高ダメージが見込めるっていうのがありますので正直どのコンテンツでも活躍がしやすいというのがありますね。特に虚構女児ではアルカナが大活躍します。最初の方の強みで話しましたがウェーブの入れ替えでもアルカナの付与をしてくれるんですよね。これが結構ダメージの蓄積になりまして相手ターンでダメージが発生してちょっと残った HP の敵キャラを削っていくってことをしてくれますので非常に強いキャラとなっています。どこでも使える風属性というところですね。続いてポイント2つ目としては風弱点で大活躍ができるというところです。風のアタッカーって今飛翔が出てますがその他にジンとかになるんですよね。そうなった場合風アタッカーが少ないということもありますので風弱点のボスに対してはブラックスワンは非常に戦いやすいなと思います。ダメージも高いですしなんなら人生削り値もそれなりに高いので結構戦いやすいんですよね。なのでエンドコンテンツで風がちょっと不足してるなっていう人にとっては相性のいいキャラかなと思います。
まあ、でもとりあえず使っててブラックスターに関してはなんか弱いなっていうか困ったっていうことはないですね。むしろ活躍してるイメージが強いのでエンドコンテンツで目的でもある意味ありなキャラなのかなと思います。それでは続いてパーティーの紹介をしていきたいと思います。こちらに関してはカフカと被る部分がありますね。っていうかほとんど被ってます。まず一つ目、持続ダメ編成です。カフカ、ブラックスワン、ルアン、ポーとなります。まあ、持続編成を組むならやはりこちらの編成っていうところですね。ただしブラックスワン所持視点で考えると最低カフカは欲しいなと思いますね。ルアン、ポーはとりあえず代替がいるんでどうにかなりますが、やはりカフカは最低限必要かなと思います。持続ダメ編成っていうところなんですが、ブラックスワンに関してはサブアタッカーとして組ませるのがいいのかなっていうところがありますので、どちらかで言うとカフカ軸の持続編成と思ってください。続いて読み持続編成です。メンバーとしては読み、カフカ、ブラックスワン、アベンチリンとなります。正直アベンチリンの枠に関しては他のキャラでも大丈夫です。読みのデバフ要因や数弱点の多様キャラとして採用するのがいいところというところですね。なので属性対策という点では昇級との入れ替え候補であるため、サブのサブ感が非常に強いなと思います。このあたりはブラックスワンをメインで考えるっていうよりも読みを軸として考えた時の組み方になってきますので、ブラックスワンメインという感じではないです。続いて3つ目、星4編成です。メンバーとしてはブラックスワン、サンポ、アスター、ギャラガーとなります。これはカフカの時と同じ構成ですね。まず条件としてサンポを4突しているっていう条件がいりますが、こちらの場合風化ダメージの起動ができるようになります。なので意外と風属性限定的なところではあるんですが、相性がいい編成となっています。ブラックスワンメインならこの編成になるのかなっていうところですね。まあカフカはいないんだけどブラックスワンが好きっていう方もいらっしゃいますからね。そういった方には散歩はおすすめできるかなっていうところです。それではブラックスワンのパーティーについてなんですが、基本的にはカフカと似たような編成になります。これは最初言った通りですね。むしろカフカと合わせた方が効果を発揮することが多いので、なるべく合わせたいなっていうところがありますね。もしブラックスワンを主体として使用するなら散歩の凸なども活用するのがおすすめとなりますので、その点だけは注意してください。それではバージョン 2.5 の環境から見たブラックスワンの復刻ガチャについて総評していきたいと思います。今回3つの視点で話していきます。まず1つ目、ガチャについてです。ガチャについてですが、カフカのサブ要因や弓の風属性弱点対策として引くのがおすすめというところになります。ちょっと条件がつくっていうところですね。まずブラックスワンについては持続ダメージ要因としての要素が多く、虚無キャラを活用した編成と相性が良くなっています。本当虚無キャラと合わせると強いんですよね。そのため活躍が一番期待できるカフカをすでに持っていたり、弓を所持していない場合はガチャはおすすめしづらいキャラとなっています。先ほどの編成でも話してましたが、サブのサブ感が強いという話がありましたよね。そういったところがあるからです。まあ、個人的な意見というところになりますが、もし強いキャラを引きたいっていう思いが強くてブラックスワンを引くのであれば、ちょっと考えた方がいいなっていうところになります。まあ、もちろん好きなら引くのはありっていうところです。続いて現環境から見てっていうところです。編成さえ揃えば対応力は非常に優秀なキャラっていうところになってます。ブラックスワン自身の性能ですが正直高いなと思いますね。強いと思います。しかも対応力も高いキャラとなってるんですよね。ただしそのポテンシャルを生かすにはブラックスワンだけではなく編成による恩恵をうまく活用する必要が出てきます。そのため編成さえ揃えれば優秀というところがあるんですよね。なので現在使ってるメインアタッカーのサブとして使うっていう編成の決まりがない限りはなかなか難しいなっていうのがありますので注意をしてください。個人的にどういったシーンで使ってるかっていうと、決まった編成外では使うってことは本当なかったですね。本当機会は少ないなと思います。それでは最後、ガチャの優先度についてです。ブラックスワンに関してはメインアタッカーの後に引きたいキャラというところになります。まあ現在の復刻や編成などを見ているとメインのアタッカーの後に引きたいっていうのが本音ですね。ロビン、カフカ、ブラックスワンと並んだ時にはできればロビンかカフカを先に引きたいなっていうのがありますからね。もちろんブラックスワン自身を先に引くのありっていうところもあるんですが、編成のパーツがない状態だとかなり難易度の高いキャラとなってしまいます。なので優先度としては正直下がってしまうなっていうのがありますね。カフカを持ってるなら全然ありかなと思うんですけど、カフカもいない状態でいきなりメインアタッカーとしてブラックスワンを引こうとすると難易度は高くなりますので、その点だけは注意してください。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。
引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。